はい、こんにちは、モカです。今日はですね、ベータ FPV から販売開始になっているベータ 95X V3 をレビューしていきたいと思います。ベータ 95X V3、 こちらが V2 なんですけども、大きな違いは何かというと、プロペラの羽が3枚から5枚になっている。あとはフレームの形状が変わっていたりとか、あと新しく販売開始になっている SMO4K が、ポン付けできるというような、構成になっています。で、これから、もう V2 はあんまり売ってないので、これから買うんだったらどっちがいいかっていうと、SMO4K が搭載できる V3 が、個人的にはいいんじゃないかなと思います。でフライトしてみてどうだったかというと、個人的には V2 の1204の 5000kV、 これ僕モーター変えてるんですけども、これとそんなに差がなく、フライトできてるかなっていう印象です。重くなっているにもかかわらず、運動性能としてはそれほど差がないかなっていう印象があります。V3 の主なパーツ構成としては、まずモーターがね、1106の 3800kV ですね。今までよりちょっと kV 値が下がっているっていうのがポイントになっています。あとはですね、フレームの形状、 V2 の場合ってプラスチックのフレームにカーボンの、メインプレートみたいのをつけてるような構成だったんですけども、V3 になってからはプラスチックのフレーム1枚になっているので、組み立てとかも非常にしやすくって、個人的にはこのフレームとてもいいんじゃないかなと思います。あと、スポンジもねついているので、クラッシュした時にフレームが割れづらいとか、そういうメリットもあると思います。でその他としては FC がトゥースピックの 20A になっていて、これね、V3 ってバージョンが出てるんですけども、なんと、ベルヘリ3になんですよね。つまり、PRM フィルターを、導入できるっていうのが、一つこちらの機体のポイントになっています。だいぶ時代も変わってきたなっていう印象ですね。はい。で付属品はですね、まず予備プロペラと、あとスポンジの黒色のやつ、ブラックのスポンジ、あと予備ネジですね。それから、これはコネクター、これ何使うのかよくわかんないんですけど、コネクターが一つついています。 GoPro 用なのかな。そうですね、これ GoPro 用ですね。 GoPro の変換用のアダプターですね。でそれとあとは、今回トゥースピックの FC になってるんで、コネクターがね、横からこう差し込むようになってるんですよね。どこかな、ここかな、はい、横から差し込むようになっているので、そのアタッチメントが一つついています。これ便利なんで、なくさないように取っておいた方がいいと思います。プロペラ外さなくてもこれで取りつつ、ベタフライトに、接続できるという、便利なものになっています。で実際にフライトしてみて、どうだったかというと、個人的には、PRM フィルター導入してから飛ばしたんですけども、V2 の1204を取り付けて飛ばした機体とほとんど大差ないという状態ですね。機動性もいいですし、トリックもそれなりにできるので、全く問題ないんじゃないかなと思います。で、心配していた揺れに関しては、やっぱりフィルター導入すると結構振動を抑えられるので、フィルター導入していないという方は、ぜひ、PRM フィルターを導入してみてください。かなり改善されるし、モーターの音もかなりクリーンになるっていうイメージです。で、あと、機体の重さ。これ1204取り付けちゃってるんで、ちょっと通常のものとは違うんですけども、比較として、参考程度に見てもらえればと思います。でまず V3 の方、カメラ込みで 133.8g、結構重いかなっていう印象ですよね。
で V2 の方がどれくらいかというと 126.6g、 まあ大体ですけどもね、まあこれぐらいの 10g ぐらい、まあ、差があるというふうにはなっているんですが、まあ、飛ばしてみたところはそんな大重さを感じるほどではなかったというそういうことになりますね。あと、フライト時間、まあ、プロペラの羽も増えているので、まあ、どうかなと思ってはいたんですが、まあ、今回利用したのが、GNB の4セル450の HV バッテリー、これね間違って実は買っちゃったんですけど、520買おうと思って450買っちゃったんですけど、まあちょうどいいやと思って今使ってるんですが、まあ僕が飛ばし方だと2分半から3分の間ぐらい、3分はちょっと持たないかなっていう印象ではあるんですけども、まあ普通のちょっとリポだと多分2分ぐらいしか飛ばない可能性があるんで、まあ HV バッテリー使った方がいいかなというふうに思います。あとはですね、パーツ、フレームだけ買って取り替えようっていう思ってる方いると思うので、ちょっとそのパーツも紹介しておきたいと思うんですけども、V2 の時って VTX の、まあ、アタッチメント、この枠ですね、これがついてたんですけど、なんかどうやら今回ついてないっぽいんですよね。なんか見る限りついてないので、ちょっとそこがどうなのかなっていうところは、まあ若干気になってますね。あと多分ね、フレームあんまり割れないと思うので、まあ予備持とうと思ってる方がいるとしても、まあ1個だけ予備持っとけば十分かなって気がしますね。で、私は一応この V2 のフレームはちょっと使いづらいので、V3 のフレームに乗せ替えようかなとは思ってるんですけども、僕はFC がね、2枚構成のやつ使ってるんで、ちょっと取り付けられないかなって気もしてるので、後でちょっと見てみながらどうしようか決めようかなと思ってます。あと、フレームはプラスチックの、外から見ると一応プラスチックになってるんですけど、一応中側はちゃんとカーボンが入ってるんで、まあ、合成としても問題ないという。まあ、そんな感じになっています。はい。あとはですね、まあ一応モーターも紹介しとこうかな。モーターも一応買ったので、これですね。まあ1106の 3800kV。まあ、このモーターであれば、まああえて1204じゃなくてもいいかもしれないですね。まあ結構いい感じですよね。個人的には悪くないかなと思います。それから、まあ、予備プロペラ買おうかなと思ってる方、まあ、すごいいっぱいついてくるんで、まあ、1セットだけ予備ペラ買えば十分じゃないかなって気がします。まあ、ネジとかもついてるんで、まあ、買おうと思ってる方は、まあ、1セットだけ購入すればいいと思います。まあ、こんなに使わないと思いますけどね。派手にクラッシュしない限り、あんまり、こういう、まあ、フープタイプでここまでしっかりしてくるとプロペラが傷むなんてことはあんまないと思うんで、と言いつつ僕、まあ、プロペラ傷いっちゃってるんで、ちょっと取り替えようかなと思ってるんですけども、まあまあ、あんまり買いすぎなくてもいいかなっていう時代に、まあ、なってきたかなっていう印象です。で、この後フライト動画流すんですけども、ちょっと実はね、今回ね、画角の設定を標準で撮ってしまっていたので、まあ、縦の幅がすごく狭く感じるように見えると思うんですけども、まあ、ちゃん と、ウルトラワイドとかで設定して飛ばせば、まあ、いい映像が撮れると思うので、まあ、皆さんカメラの設定にはちょっと注意してもらえればいいかなと思います。じゃあ、まあ、今回の動画参考になったよって方がいましたら、評価ボタンの方とチャンネル登録の方をお願いできればと思います。はい、じゃあバイバイ。